こんにちは、ビスポークプラスチャンネルのお時間です。今日もね、いろいろな人から聞かれるね、ご質問にね、答えていきたいと思うんですが、去年のまあ夏あたりから、まあ今も含めてなんですが、よく聞かれるご質問が、去年三浦知良選手が在籍されていた鈴鹿ポイントゲッターズというチームのオフィシャルスーツとして、カズさんの採寸をさせてもらって、カズさんのスーツを納めさせていただきました。ね、カズさん皆さん、有名なので、ご存知かと思うんですが、それをね、して以来、周りの方たちから、なんでカズさんと知り合ったんですか、なんでカズさんのスーツ作れたんですか、あとはどんな人だったんですかとか、かっこよかったんですかとか、カズさんにまつわる質問ってすごく本当に、たくさん来るんですよ。あの、カズさんかっこよかったですかとか本当に聞かれるんで、一回これね、動画にしようと思ってたんですけど、そういったこと聞かれます。まずね、慣れ初めというか、どうやってそのスーツに携わったのかっていうのは、もともと僕のすごく仲良くしてるサッカー選手がいて、そのサッカー選手ももう現役引退してるんですが、現役中にアパレルブランドを立ち上げたいっていうので、いろいろね、協力して、相談もね、乗らせていただいてブランド立ち上げてるんですが、そのサッカー、元サッカー選手がすごく仲いい選手がですね、鈴鹿ポイントゲッターズに一人おられました。で、もちろんその、すごく仲良くしてる元サッカー選手カズさんとも一緒に、サッカー J リーグでね、されてた経緯もあって、たまたまですね、鈴鹿ポイントゲッターズさん、オフィシャルのスーツのスポンサーを見つけられずに困ってたんですね。去年1年間ですね、今年はカズさんがいるんで、どうにかお金をお支払いしてでも、まあ要は購入してでも、オフィシャルスーツを用意したいというお話が、その選手と元選手の間でお話があって、じゃあ、僕が仲良くしてるんで、ボーカさん、みんなで協力しながら鈴鹿ポイントゲッターズさんのスーツを作りませんか、オーダーでやりませんかというお話いただきました。それがあのきっかけです。初めてね、鈴鹿ポイントゲッターズさん現場に行ってですね、カズさんとお話しするときに、僕もですね、カズさんと出会うなんていうのは絶好のチャンスだと。実は僕がたまたま食べたことがあるステーキ屋さんが京都にあるんですが、そこが京都サンガにカズさんが在籍された時によく行っておられたお店だということを知っておりまして、たまたま行ってただけなんですが、よくね、そこのお店行くとね、カズさんの写真とか、カズさんのサインとかいっぱい貼ってありまして、このお店のね、おかみさんからカズさんの話聞かされたんですよね。その時はまだカズさんと出会えることも何も、分かってない時によく聞かされて、それをよく聞いてたんで、カズさんと出会わせてもらって、採寸させてもらう時に、カズさんいつも京都のステーキ屋さんで、どこどこさんが、おかみさんが、カズさんの話ばっかりしはりますよと、カズさん懐かしいわと、また来てほしいわっておっしゃってましたよということを採寸しながら、ちょうどね、肩幅測ってる時ですかね、お伝えしたんです。そしたら、ああ懐かしいねと言っていただきまして、一回行かなきゃいけないなとかっていう話になりまして、いや、一回行かれるんであれば、カズさんとご一緒できるんやったら、僕、何でもしますよというふうにお答えしました。接待しますよと。もうそんなね、やっぱり機会ないので、そういうふうにお答えしたら、カズさんの方からですね、LINE 交換しようよって言って、本当にすごいフランクに、LINE 交換しようよって言っていただいて、本当光栄なことに、この間もポルトガルのデビューをね、おめでとうございますっていう LINE を送ったら、ロッカールームのね、写真付きでありがとうございますっていうようなお返事いただきまして、そんなしょっちゅう連絡するわけでもないですし、まだまだね、憧れの存在であり、まだまだ遠い空の方なんですが、そういった機会をいただきまして、本当に良かったなと思います。で、カズさんかっこいいです。やっぱり。何をしてても様になるっていうのがかっこいいです。はい。皆さん、どんな人でしたって、フランクでかっこよくても最高じゃないですかね。そういうふうに、いつもね、聞かれたお答えしてます。ありがとうございました。